ニューヨーク市長は、アメリカ合衆国のニューヨーク州ニューヨークの市長である。ニューヨーク市長は、ニューヨーク市政府の行政府の長を務める。市長室は、市の全ての行政サービス、公共資産、警察、消防、ほとんどの公共機関の運営及び全ての市場例と、州法の執行を司る。市長が監督する市の予算額はおよそ年間700億ドルで、 アメリカ合衆国の地方自治体の中で最大である。市の職員は32万5000人で約210億ドルが110万人の生徒数を抱える国内最大の公立学校システムに使われる。税収は270億ドルで140億ドルの助成金をニューヨーク州及び連邦政府から受け取る。市長執務室はニューヨーク市長社内に置かれている。 市長室は5つの行政区すべてを管轄している。市長により多くの職員及び副市長を任命する。市長に関する規約はニューヨーク市規則43章に綴られている。現行の法律では市長職は連続で2期までが最大の任期として定められている。二千八年十月二十三日のニューヨーク市議会の可決で三期連続就任が認められたが二千十年の 住民投票で再び最大2期連続へと差し戻された。2013年ニューヨーク市長選挙によりビルデブラシオが現職を務める。1665年にニューヨーク植民地知事リチャード・ニコルズはトーマス・ウィレットを初代ニューヨーク市長に任命した。以降156年間市長はニューヨーク州による指名制を取り、権限は限られていた。 1783年から1821年まで市長はニューヨーク州知事が最も発言権を持つ指名議会により指名されていた。1821年に選挙で選ばれた議員を含む市議会が市長を選任する権限を得た。1834年にニューヨーク州憲法の改正により市長は市民の直接選挙により選ばれるようになった。この年に 民主党のコーネリウス・バンウィック・ローレンスが選出された。フィオレラ・ラガーディアの人気中の1942年、以来グレーシーマンションが市長官邸となっている。このメインフロアは一般公開されており、小さなミュージアムとなっている。市長の年給は22万5000ドルであるが、当時世界で16番目の富豪であったマイケル・ブリュームバーグ市長は全額を受け取らず、 年給1ドルで市長を務めた。2014年時点でのブルームバーグの資産は330億ドルと推定されている。2000年に市の公立学校システムの統括権限は市長室へと移された。2003年にはニューヨーク市教育局の組織改定が行われた。ニューヨークの身体用系タマニーホールがボス、 クローカーの周りを回転している1899年の風刺画プック。タマニーホールは職人組合から発展した政治組織であり、1861年には州及び市の民主党の指名を実質支配した。1960年代までニューヨーク市の政治に多大な影響力を持った。フェルナンド・ウッド市長からロバート・ワグナー市長時代まで、 彼らは最も影響力の大きい勢力であった。ニューヨーク市長は執務の補佐及び市政府の部署の監督のために副市長。この時は市長が多忙で出席できなかったセレモニーイベントを取り仕切るためであった。それ以来市長が執務を任せたい権限を指定して副市長を任命されるようになった。現在7名の副市長がおり業務を市長に直接報告している。 副市長は市長の不在時に市長権限を継ぐことはできない現職副知事市長は40以上の市の部局の長官及び委員会メンバーを任命及び罷免する権限を持つニューヨーク市長は以下の組織の職務上の委員会メンバーであるありがとうございます